はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もストーカーコールオブプリピアチミゼリーモッド版をプレイしていきます。アイテム整理を少々行って、ディーラーさんがヘッドライト売ってたんで、これで無事にライトつけれるようになりました。ただこれがバッテリー式なのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、バッテリーも別で売ってたんで、まあ、もしも途中でライト消えちゃったりしたら後でバッテリー買うとしよう。で、敵との戦闘で得たあの武器は消耗品なんだけど、ディーラーに売ることができてそれなりにお金にもなったんだけど、ヘッドライトがめちゃくちゃ高くて、なんともう273ルーブルしかないと。で、例のごとくショップはね、いいものはね、いくらでも売ってる。いくらでも売ってるんだけど、今一番必要だと思われる防具がアホアホ高いと。どれも数万ルーブルはかかるし、で、食料もね、結構この世界では貴重品なわけで、まずね、墜落現場を調査どうこうよりも、金を貯めなならんと。はい、金貯めよう。で、前回はバンディットに寝返ってストーカーをボコしたんだけど、フラッシュライトはこのハゲチャビンから購入して、あ、ディーマ、右側のこの赤になっている状態以上、これはやっぱりね、腹減り状態だったらしいんで、その辺で拾ったパンとか食べて、あとは、あ、こんなもんでいいかな。食料あんまり持ってないんだよな。で、これもね、調理キットが売ってたんだけど、金がねえから買えねえっていう。どうにもならんな。もうちょっとね、だからこの人たちとお話しして任務こなしていく他に金を稼ぐ方法がないと。オッパー、え、誰だお前って、この前あったやろ。だからまあ、あなたたちについていこう。でん、取引、森林管理事務所でバンディットに会え。はい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 、援護系か。ここにいる他の人たちもね、なんか仕事くれるらしいんだけど、とりあえず今の人からの任務を続けてみよう。セーブはちゃんと行って、方向で言うとこっちの方か。これライトそんなに明るくないな。なんだろう、ここ誰もいないけど、あそこに別のナンパ船があって、試しに動画外でなんかないか行ってみたんだけど、汚染やばすぎて秒で死んで、ああいうところをまともに探索するにせよ、まともな防具が必要だということだ。ここ敵いないよな。正面から入っちゃうぞ。この方が明るい。なんか少しでもね、食料とか落ちてるとありがたいんだが。あ、というかここ最初にゲームスタートした場所か。この人らがね、はい、私です。これからどうするんだ。
商談か。黙って横に突っ立ってろ。ああ。何もなけりゃいいな。あ、みんなヘッドライトつけてる。よかった、買っといて。ヘッドライトが7900ルーブルってのはな、ちょっとな。ぼったくりだと思うんだけど。まあ、ハンドガンをサブに装備して、懐中電灯を左手で構えれば、まあ、フラッシュライトの代用にはなるんだけど、AR 使えないのは、すぐに AR 使えないのちょっと痛いからね。泣く泣くの出。この3人か?Что там показывай? Короче, артефактов малёха есть, таких ещё притаранить можем. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у Долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдёте. Вы хвост привели, придурки? Сталкер не... Какого... やっぱりこうなるのね。タスク失敗。ちょっと待って、治療よ治療。ああ出血してるな、まだ。これで出血が止まった。ああ結構痛い。スティムパック、これで回復か。気をつけて戦おう。どこにいる？また別の状態異常が発生してるっぽいんだけどね。ああもう全員やったのかな。タスク失敗ってなっちゃったしな。Со всеми вопросами вали к бригадному. Бугра, чё, им хорошо. Я. Заныкал волыну, быра! Нанда ё. Ма, кою хито тачи нива аммари матомо на джоуху ва китай декинай ши. А, мата хара хеттен но ка. Меши га ё, меши га аммари найн да ё.死体からたっぷり物を取るぞ。お、スヌークのマスク。これはあ、装備できるわけじゃないんだ。あ、修理不可能なほど損壊。売れんのかな。売れるといいな。使えるものは全部いただき。え、女性の写真、ストーカー。これ絶対あれでしょ、家内の写真ですっていうパターンでしょ。やっちまったな。あー食料結構急にでかい声で喋りかけんな。どうしたどうした。あー、あと死体はもうないか。あった。バブブ。うん、さてボスのところ戻りますか。いやー、こんな防具で行動は続けたくないな。どっかで新しい防具欲しいんだけどな。死体が思いのほか防具持ってない。今若干重量オーバーしてる。売りたかったけど一部のハンドガンを捨てちゃうか。で、死体から拾ったお茶をいただいて。はい、
こんなんじゃ全然満たされないな。あ、レーション持ってんのか。レーション。あ、そこそこ腹いっぱいになった。おっしゃ。で、個人の PDA なんかも拾ったりしたんだけど、利用価値はなくて、せめてお金になってくれると。いいな。はい、到着。И кто же так нам колеса? И четыре таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. 報告に来たつもりだったんだけど、あなたは特に何も言ってくれないのか。そうなのか。得られたものが。得られたものが何もないぞ。まあ。こっちの人からも仕事を受けれたはず。ちょいと稼ぎたくねえか。めっちゃ稼ぎたいです。はあ。ああ、なるほど。車になんか入ってるかもしんないと。ただミュータントがはびこってるから、それなんとかしてトランクの回収と。Здравствуй, сталкер。なんか複数仕事を受けれないかな。この人はガイドなんだ。あ、ガイドという名の、これはファストトラベルかな。そうだね。あ、アノマリーに関しても全て教えてくれる。ちなみに、まあアノマリーはもちろん触れただけで脅威なんだけど、このモッドではね、もう即死レベルの存在になってるらしいです。あなたも仕事ください。仕事。ストーカーが行方不明？ブラッドサッカーの仕業か。はい、わかりました。どんどん任務受けっぞ。マグパイ？なんだこれは。マグパイの話を聞いてたな。あ、人物の名前か。OK。人物の捜索。Это не ко мне. Со старшим говори. あんたたちの言ってるボスはさ、この人ってことでいいのか？А почему вы вдруг решили, что препарат был... Ну, здорово! Так この人からも任務受けれんのかな。А сейчас вдруг плавать начали? Неплохо, неплохо. あ、この浚渫船ってのがさっき言ったあの放射能が広くて近寄れなかった、というか近寄ったら即死した船の地点のことです。わかった。でもこれ多分まともな防具ないといけないやつだな。さ、いらないものを全て売ろう。結構ね、この辺のね、拾った一見いらなさそうなアイテムは分解して武器やら防具の修復素材として使えるらしいんだけど、今はとにかくお金が必要なんで、何でも売る。トランプもいらない。で、ルーブル硬貨は多分売っていいよな、これ。全部売っていいな。あとは、とりあえず修理素材も今はいい。
何でもいいからね、お金が欲しい。手榴弾とかも売っちゃう。タバコなんていらねえ。これはなんだっけ、ワッペン、まあ持っとこう。個人的な西なんていらねえ。売ろう。あとはそうだな、ちょっはぁ、待って、パンが1054ルーブルってどういうこと。やばすぎる。これ絶対自分で調理した方が。パンのかけら、はぁ、マジか。調理キット買うか。調理キットこの人売ってたよな。2768ルーブルで木炭が別で必要か。で、1回分の食事の準備にかなりの量の木炭を消費する。ああ、コスパが良くない。まだ持たない方がいいか、じゃあ。最悪生食。いやー、生で食いたくねえな。一番奥にいるこの人はというと、武器の修理やらをお金でやってくれんのかな。どうなんだろう。仕事は何でも受けます。はい、お金が欲しい。ну что, есть что-то новое? この人はまた別のものをいろいろ売ってるんだけど、アサルトライフルの弾が実はもう21発しかない。弾売ってないかな。たっけー。こっちは、あ、こっちの方がちょっと安い。あ、と思ったら、前段での価格か。まあ、別にこれでも安かないんだけど。仕事くれ、仕事。サイエンティスト絡みのちょっとした依頼。全部仕事やらせてくれ。はい。давай, давай, не задерживайся。この人はなんか怪我してるらしいです。только не сейчас。ストーカーの死体を、さっきのブラッドサッカーによって一滴も血が残っていない死体があったって、それの検視をしたのがこの人。ははは。そういう話をしてくれると。あ、この人はメディックか。ははははは。先生は何か？お前自身を治せ。ということはこの人は、ああ、なるほど。この辺のものを売ってますと。僕にお金があればね。いいんだけどね。おタバコがあるからこの辺勝手に持ってって売らせてもらいます。さて。ああ、もう朝か。はい、衝撃の事実。PDA、このマップを見るためのこの機械、まあ、他に統計とかメッセージ履歴とかも見れるんだけど、ヘッドライトとは別になんとこの PDA のバッテリーも必要になりますというか、まあ、PDA がバッテリー式だったんで。で、まあ今、そのために予備のバッテリーと、どうもね、PDA、一回、電源が尽きたら、手持ちから失われていたんで、PDA を買い直して、バッテリーも買っても全然金がたまらん。困ったな。任務こなしていくしかない。で、ちょっとここはね、いい防具を手に入れないと、この浚渫船には近づけないんで、これは墜落現場に行くための経路を教えてくれるストーカーがいるっていうので、こっちは、
トレーダーのオールは廃棄物処理場のマーセナリーキャンプで見つけた情報メディアに対して十分な報酬を約束した。これ行ってみよっか。サブタスクやんないと金が一向にたまらん。っていうか飯もたまらん。飯がた、あ、そうだ。ここにアウトドアクッキングセットがあったんだけど使えるわけじゃないのか、これ。え、使えないの？あ、あくまでクッキングセットであって、何？ガスとかは別なのか、これ。肉が焼けねえ。なら、レーションを食べてしまう。まあもういざとなったらね、あの人たちの任務を全部終えたらね、あの現場にいるストーカー元いバンディットさんたちみんな撃ち殺してね、アイテムを剥ぎ取ってやってもいいわけだよ。